寛平さん、人吉にやってまいりました。はい。まずは7月の豪雨で犠牲になられた方、そして被災された皆さんに心からお見舞い申し上げます。私たち熊本がいいのも、3月の放送でここ人吉に自民大西さんと一緒に旅をさせていただきました。はい。今回人吉でこれだけの被害があったということで、寛平さんも大変心を痛めてらっしゃるかと思いますが、まあいい人ばっかりやってんか、その印象がね、ものすごい僕はあるんですよ。ですね。はい。町を流れる球磨川、今日は晴れていて水量は少ないんですけれども、やっぱり豪雨の爪痕っていうのは感じますね。どんなやったやろ思て、怖かったやろな。ね、まあ、皆さんこの暑い中ですね、一歩一歩復旧作業頑張ってらっしゃると思うので、今日は前回お邪魔した皆さんが今どうしてらっしゃるのか、そしてまあ豪雨の被災地を改めてお邪魔して、皆さんにちょっとでもですね、何か元気というかパワーをお伝えできればと思ってます。はい。じゃあ皆さんの元へ行きましょう。川には次はないんだよね。なかなか勝負やもん。再建するつもりで頑張ります。くよくよしとっても始まらんけどね。住み慣れた家を離れたくないですよ。頑張ってって言うとへこむ人いるけど、僕は違うもんね。元気になるよ。来てくれて嬉しいよ、ほんと。とつけもにゃー、雨降ったせいで大ごとになりましたね。被災して暮らしが一変してしまった皆さん、心よりお見舞い申し上げます。カンペちゃんもそうに心配してからですね、もういても立ってもおられんだったてって。今回はですね、前にぶらりで世話になった人吉の皆さんと八代坂本町の皆さんにちっとでん元気になってもらうごつ励ましのぶらりばさせてもらいます。また今日はこの場見て、私も皆さんも、ああ自分に何ができるかなちっとばちっと考えてみましょうかね。カンペちゃん七人のぶらり旅、熊本がいいの始まるばーい。よろしくお願いします。もんね、オープンしたらまた来てください。カンペさんが来られたもんで力になりました。釣りたくないっていうのもあるもんだ。でもまた来るかもわからない。それは運命でしょ。もう一回餃子作って頑張りたいと思っております。おー、なにこれ、この状態。ああ、こんにちは。ありがとうございます。大変な目に遭いましたな。大ごとで。大ごとよね。大変でしたね。この饅頭屋さんは古いんでしょ。もう90年ぐらいになってますね。90年やってて、こんなこと初めて。初めてです。屋根とかに泥が、それを全部かき出さないと。屋根の裏の泥を。でも目処は立ててんの。もう全然立ててない。そこまで考えられないです。今は本当人手がなかなか、コロナの影響でやっぱり。ああ、すごいわ。こういったのありますけど、皆さんで食べてください。賞味期間ありますね。いや、もう売れないんで。いや、どっちもち売れないんで。いや、もうこれはじゃあそのね、ボランティアの皆さんに。いや、それも他にもありますんで、もうどうぞどうぞ。もうこんだけ言ってもらえないから。ありがとうございます。いただきます。なんかもう、どうしていいか。すいません。まあ、皆さん、頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大変な時期にこんな饅頭もろて。本当にやっぱり人吉は人がいいですね。そうやな。人吉の中でも特に被害がひどかった通りですね。カンペさんが来られたもんで力になりました。川には罪はないんだよね。なかなか勝負やもん。こんな目にあっても川がまだ好き。川は川だもん。僕らが生き方変えればいいだけの話だから。さあカンペさん、今回人吉市と八代市坂本町お邪魔しました。大変な中でしたけれども、皆さんいろいろとお話ししてくださったのが私は嬉しかったです。寛平さんいかがでしたか。そうですね、なんかみんな前向きやなと思ってね。はい。でもまあこんだけみんな頑張ってるから大丈夫でしょう。はい。
ただ地域の人たちだけではやっていけないので、うん、やっぱり必要だなと感じたのはボランティア、ボランティアね、はい、本当にもしよかったら本当ボランティアの皆さんちょっと来てほしいですね。ただ今回お邪魔したところだけじゃなくて被災地がもっと広い範囲だということが今回の豪雨災害の難しいところで、お伝えしきれない部分もまだまだあるんですけれどもね。はい、でもね、まあ首都エースとか坂本とかずっと回ったけど、はい、こうもう一回来たいよ ね、 なんかね、来ましょう、はあ、息長く応援していかなきゃいけないと思います。これこう綺麗に復興した後、わこんなになったのかと、こんなに綺麗にっていう、それも見たいし、はい、ね、まあ、ずっとお付き合いしていきたいなと思います、うん、ですね、はい、また支援の形って多分いろいろあると思うので、ボランティアに行く時間がないっていう人は例えば募金に協力するとか、はい、うん、支援物資に協力する、いろんな形があると思うので、県民一つになって乗り越えていければなと思います。じゃあ寛平さん、最後メッセージお願いします。皆さんもう本当に大変だと思いますが、まあ、とりあえず乗り越えていきましょう。頑張りーの、それはおばちゃんがやってた。おばちゃんか。このギャグもらうわ。頑張りーの。頑張りーの。みんなで笑って乗り越えていきましょう。カイーノのギャグ変えられたもん。あ、在庫があるわけじゃないんですね、頑張りーのっていう。あのおばちゃんが買ってる。あ、そうなんですね。私昔のギャグなのかなと思ってました。カイーノはあのおばちゃんは頑張りーの。頑張りーの。で、坂本で生まれたギャグということで。頑張りーの。今回ぶらりした地域だけでなく、まだまだ被害を受けた地域があります。被災された皆さんは突然住み慣れた家や生活用品、そしてあんた仕事場なくした人も女とですよ。それでも地域場愛して前向きに進む皆さん、私もこの場見て感じました。なんか自分にできるとか、あ、なんか自分にできることはせにゃんねって思いました。どうぞ皆さん、皆さんで皆さんば支えましょう。被災された皆さんばこれからも支えていきますけんね。これが熊本の力ですたい。バイバーイ。頑張りーの。頑張りーの。熊本がいいの。FOD TVer で見逃し配信がスタート。配信は木曜昼12時から。